皆さん、こんにちは。今回は、このヒロイックシンフォニーセレクションオーダーを弾くべきかっていうのを、説明した後に、この中でどれを、弾くべきか、始めたての人が弾くべきかみたいなのを、話していこうかと思います。まず、これの確定枠なんですけど、本当に外れが少ないオーダーだと思ってて、本当に始めたての人にとって、外れっていうと、この3枚くらいかな。でも、始めたての人にとってっていうと、もっと使わなそうなスキル、使わなそうなっていうか、そのスキル揃ってないと使えないようなスキルも結構あるんですけど、でも何かしらのその、現環境でもやっぱ使えそうな、その覚醒スキルとかはね、始めたての人は1枚でも多く持ってた方がいいと思うし、そうじゃん、なんていうの、普通に使っても結構強いみたいなスキルがあって、とにかくちょっと1枚1枚見ていこうかと思います。まず1枚目、週末への起動シノン。これまず週末ですね、土日シノンとか言いたくなりますけど、ホーリースティッチってずっとね、この凸聖属性、ずっとその凸聖属性弱点のフロアボスって来てなくて、で、カオス討滅戦でも凸聖ってずーっと来てないんですよ。これフロアボス弱点属性の記事ですけど、ちょっとね、ここら辺まだ更新してないのがあるんですが、ちょっとね、遡っていくと、凸聖属性って14層の戦闘類以降、マジで 一回も出てなくて、しかもその凸聖闇なんですよ。で、10層のカガチも凸聖闇で、で、9層のホロエルフ凸聖闇で、そう、聖と闇どっちもついてるっていうのはあるんですけど、凸聖ってそのだけのやつが一体も来たことないんですよ。だからそのうち来るかと思ったんですけど、一応カオス討滅戦の弱点も見ていくけど、凸聖は110のトロールカオスですね。トロールカオス。それ以降全然出てないです。これもちょっとまだまとめてないですけど。とにかくずーっと凸聖が来てないんで、ただね、そのね、凸闇の方はダンジョンでは来てるけど、フロアボスでは来てないんですよ。で、なんでかなって考えたのが、こういうやつって、その凸闇のこの執事シノンってやつ、これは、モッド自体にこのタゲガイカジバヨミの効果がついてるんですよ。で、さらに、モッドに装着、そのタゲガイカジバヨミの効果を装着するとさらに強いんで、で、しかも、この霊聖なる射手シノンっていうのが、チャージ時に、このタゲガイ効果だけじゃなくて、キリト1枚で、攻撃力500とか、バフ効果中の敵に攻撃力30%とか、めちゃくちゃ効果いっぱいついてるんですよ。それが本当に強くて、で、凸聖と凸闇くらいなんですよね、そのタゲガイ効果がついてるのって。その弓モッドで。だからその凸聖のボスが今後出てくるかどうかちょっとわかんないんですけど、あまりにも凸聖弱点のボスが最近出てこなさすぎて、さすがにそろそろ出るだろうとも思うんですよね。凸闇は来るんですよね。なんか凸聖が来ない。やっぱ霊聖なる射手シノン、これの効果があまりにも強いからでしょうか。あまりにもって、俺あんまり使ったことないんでわかんないんですけど、多分めっちゃ強い効果なんで。でもやっぱその弱点が凸聖のギルランとか来たら、やっぱね、こういうの1枚でも多く持ってた方が使えるしって感じで、しかもシノン3枚条件っていうのが大きいですよね。あとやっぱスティッチだし、スティッチってブレイク値が結構高めなイメージがあるんですけど、35か。そこそこ高くて、スティッチって、後ろに下がるモーションなんで、あまりに後ろに下がりすぎると当たんないみたいな感じがあるんですけど、そのコネクトにスティッチ入れまくると当たんないとかあることがあるらしいけど、ちょっとよくわかんないんですけど、とにかく、これがかなり強い方ですね。強い方っていうか、使いやすい、シノン3枚条件が。弓シノン3枚って満たしやすいんで、十分当たりだと思います。地下迷宮2層でもね、シャインパイル使ってボスやる人もいるんですけど、最近ね、ウィンドパイル出たんで、風を使うのかな、みんな。ちょっとよくわかんない。最近もう地下2層はずっと行ってないんで。そのうち行こうと思ってるんですけど、なかなか、他の、その集会誘われたり、他の用事とかあったり、ギルランとかあったりして、なかなか行けなくて。とにかくいいスキルですね。外れではない。次、これ、選別の瞳アリス。スタン耐性強化があって、アドバンストルパーって、シャインコンバージョン。で、アクセルの効果時間延長ですね。
まあ、社員コンバージョンがあるんで、まあ、試し切り1000キルトとか使うと、まあ、同じ効果なんで被っちゃうんですけど、まあ、継続性ダメージちょっと入れたい場合とかね、まあ、アドバンストルーパーもあるんで、なんかそのスタン耐性を入れつつ、まあ、こういう効果も使えるっていうのが大きいんで、で、まあ、アクセル延長の、そのアクセルアビリティですね。アクセルアビリティは、まあ、全部延長効果なんですけど、アクセル効果が。なんですけど、まあ、今のところアクセル延長ってあんまり出てなくて、アクセル延長そのバッファーとかね、で使いたい場合はすごくいいし、まあ、スタン耐性が大きいですね。やっぱ、タンクやる場合、そのスタン耐性ない人はね、これすげえ大きい。まあ、最大70%だし、あって損はないスキルですね。で、まあ、アリスのスキルなんで、アリス条件満たしたいみたいなね、生属性使う場合に。まあ、そういうのにもいいしって感じですね。で、次、これもね、生属性強化なんですよ。これも生属性強化なんですよ。だから、なんかメッセージ性かなってちょっとね、思うんですけど、まあ、これフェンサーなんで、まあ、モーションが速いと。まあ、その代わり、まあ、前方扇形中範囲でちょっと範囲が狭くて、まあ、まとめ狩りちょっとしにくいけど、まあ、なんていうの？ちゃんとまとめれば、まあ、全部当てることはできるっていう感じの、まあ、頑張ればね。で、生息性。これ、生息性強化バフって、槍だと、槍の強いモッド素材とか、その追加効果ですね。まあ、そういうのって、まあ、このオーダーに入ってるんですけど、この終極カデンザサチっていうのが、火属性ダメージ上昇のバフ効果中っていう発動条件があるやつがあって、で、槍の追加効果ってこの発動条件のやつがめっちゃ強いんですよ。で、まあ配布これなんだっけ、94層の前のやつだっけ、まあ、とにかくストーリークリアで手に入るやつで、これ闇属性ダメージ上昇のバフ効果中攻撃力が600上昇っていうのがあって、で、これを、まあ、闇属性じゃないモッドに入れたとしても、闇属性ダメージ上昇のバフ効果さえ発動してれば、これ発動条件が満たされて効果が発動するってやつなんですけど、まあ、これは火属性スキルの使用時に敵ダメ200%上昇なんで、まあ、火属性じゃないとダメなんですが、まあ、とにかく槍にそういう特定の属性のバフを発動することで、その発動条件が満たされるやつがあって、それが強くて、でも、まあ、調べてみたら、槍でそういう効果のその生属性のやつはなかったんで、まあ、もし今後そういうのがね、生属性版が出たら、まあ、強いんですけど、まあ、今のところはちょっと、まあ、普通にバフとして使う感じですね。まあ、30秒間っていうのがあるんで結構いいですね。まあ、あとは生属性デバフもかけられるのがいいですね。まあ、始めたての人はやっぱ覚醒ってだけで当たりだと思うんで、全然外れではない方だと思いますね。まあ、どっちかっていうと、いいやつの中ではちょっと外れかなっていう感じはあるけど、全然、いやでも、いやー、バフもデバフもかかるからね、全然 悪いスキルとも全然言えないです。すごくいいスキルですね。うん。あとこれ、俺これ一番欲しい、マジで。本当にこれ欲しくて、斧でリーファなんですけど、まあ、リーファ3枚以上っていう条件はあるんですけど、これワルツって本当にモブ狩りしやすくて、で、広範囲全体攻撃で、で、自分の HP 残り割合かける50%攻撃力上昇の、もう1200っていうのが大きいですね。これが本当にその道中のモブ狩りがすごいやりやすくて、で、まあ、ダミズなんでカオスアスラにも使えるし、本当俺これ一番当たりだって言いたいぐらい本当にいいスキルですね。あ、でもカオスアスラはちょっとモーション的になんか遅いのかな、わからんけど、多分使いづらいって言ってる人いるんで、まあ道中のモブ狩りがめちゃくちゃ大きいんで、最近は上の階層行くほどね、やっぱ道中の敵が強くて、これは本当に大当たりだと思います。で、さっき言った終極カデンツァサチ、まあ火属性ダメージ上昇のバフ効果中っていう、まあ、効果があるんですけど、まあ、槍で火属性ダメージ上昇のバフ効果のやつって俺持ってないんで、まあ、誰でも持ってるような効果の槍スキルではないと思うんですよ、そのバフ効果、火属性上昇のやつね。で、槍の火属性強化バフって調べてみたら3枚しかなかったです、この動画撮ってる時点だと。この食いしん坊サチとチェックメイトリーファとデビルチャームリーファーだけだったんですけど、このデビルチャームリーファと、この食いしん坊サチが、鬼バフってやつで、まあ8秒間っていう、めっちゃ短いんですけど、
まあ、火属性ダメージ上昇のバフ効果があって、まあ、槍で使うからね、まあ、8秒間って短くてもいいんですけど、まあ、これで満たせますね。で、スタックバフじゃなくて普通のバフの中で一番最高のバフがこの鬼バフってやつで、これがすごい強いんですけど、まあ、効果持続時間で言うと、この盤上のリーファが30秒間のやつで、これが一番いいですけど、持ってたらですよね、もうこの3枚があればの話ですけど、あ、リーファが2枚もあるんだ。まあ、もしリーファバースデーとかでたまに当たってたりしたら、まあ、こういうの使えますけど、まあ、とにかく持ってたら強い。まあ、他の武器で、まあ、火属性上昇のバフ効果あったら全然使えるし、まあ、ただ槍で火力出すかっていうと、まあ、どうなのかなって話なんで、その、まあ、槍じゃなくても、まあ、火属性強化のバフがあったら、まあ、使えるんかと思って調べたんですけど、この盤上の感じリーファ以外だと、この威厳ある狩人シノンしかなくて、まあ、これが火属性ダメージ上昇のバフ効果15秒間なんですよ。しかも通常打ちで、まあ、これ確かモーションそんな遅いわけでもないんで、まあ、道中で打ってもいいんですけど、まあ、結局これ持ってたら火力出すんだったらこれのがいいっていう話になるし、まあ、そうなると道中で狩るためにこれを、まあ、火属性の槍モッドとかに入れて撃つみたいな感じだと思うけど、まあ、もしかしたら槍でもすげえ火力出るかもしんないですよ。俺やったことないんで、これ使ったことないんでわかんないんで、ちょっと適当なこと言ってますけど、まあ、とにかく、まあ、強いことには変わりないけど、そのスキル持ってないと、効果を発揮できないよっていうスキルで。まあ、ただ、まあ、フォール系ではあるけど、まあ、全体攻撃なんで、まあ、ただ消費 SP40 もあるからね。これモッドに入れないと、やっぱ消費 SP がすごい気になりますよね。あと、クールタイムが24秒もある。まあ、大体その火属性上昇のバフ効果ってその鬼バフとかだと思うんで、他の武器で鬼バフ使って槍に戻してってやってもやっぱ鬼バフが8秒なんで結構やりにくいのかなって思いますね。まあ、ただ強いですね。強いことには変わりないけど使いづらい。使いづらいっていうか所持スキルによる感じだと思います。あとトッカータリズベット、まあ、これはソードスキル技名フィッシャーですね。俺が持ってるやつだと初期バーストリズ、これがフィッシャーマンで、このもうダメだーって頭抱えてるリズベットの方がフィッシャーズですね。で、このフィッシャー打ってみると、バーン。まあ、なんかちょっと、まあ、あ、でも遅すぎはしないですね。俺コネクト1枚だけ持ってるんですけど、これインパルスってモーションで、かなり遅いんですよね。で、まあスイッチ35のブレイク22。まあブレイクはそんなでもないけど、まあスイッチはそこそこ、たまりますね。で、まあ、フィッシャー、見たと思うんですけど、そこまでその遅すぎるってほどでもない。で、まあ、全体攻撃なんで、まあ、始めたての人は、まあ、モブ狩りできなくもないなって感じで。まあ、これのね、連結効果がクリティカル発生時自身の SP を、8、16、24って回復していくんですけど、まあ、クリティカルを発生しないとあかんっていうのがあって、まあ、最近のボスは属性耐性だけじゃなくてクリティカル耐性がついてて、まあ、SP 回復効果はかなり使いづらいのかなって思いますね。まあ、とにかく、まあ、連結して使いたいっていうので、まあ、本当はね、もっとね、いい効果のね、コネクトあるんですけど、これコネクトね、今ね、その片手甲のコネクトあるだけで嬉しい。なんでかっていうと、バフでバフかけられるから。俺ね、その今この動画撮ってるのって、そのギルラン期間中だと思うんですけど、俺バッファーやってるんですよ。で、やっぱそのコネクト1枚よりやっぱ2枚あった方が、やっぱいっぱいそのバフでバフ入れられるから、コネクトが欲しくなるんですよね。まあ、ただね、こういうね、筋力増強とか、まあ、こまめに打って維持しないとあかんっていうのもあるんですけど、まあ、とにかくそのコネクトが、1枚でも多くあったら嬉しいみたいなところあって、まあ、それで、本当にこれ欲しい1枚ですね。本当はね、このクリティカル発生時っていう効果がなくても、その SP 回復だっけ、なんかあとスイッチ溜まりやすいみたいな連結効果、このコネクトチェーン効果があったら、まあ、それもね、すごくいいんですけど、バッファーで。まあ、とにかくね、俺コネクトってだけで片手コンは欲しいです。で、次、これもね、これも本当に俺にとっては超大当たりなんですけど、やっぱ戦線維持でタンクやりやすいっていうのと、やっぱタンクって危なくなったら覚醒して、まあ、分光で回復したいっていうのがあるんで、まあ、表セット持ちながらこれ覚醒して分光で回復できるっていうのがなんか大きいかなって思うんですよね。で、31層で、
タンクのやる方法みたいな動画を前出したんですけど、まあ、裏セット斧にして、まあ、裏セット粉工いっぱい積んでみたいなことを話したんですが、まあ、最近はなんかまあ表セットで、まあ、このケイン小杉打つのもいいのかなってちょっと思ってて、まあ、31層でもねこれいいと思うし、まあ、例えばですけどコネクトってこういう受け流し4バフっていうのが結構あって、まあ、これをねあの余裕があったら打って、まあ、あのメインタンクで、まあ、これはあまり使わないかな、ちょっとモーションが長いんで、まあ、使わないと思うんですけど、まあ、とにかく、まあ、表セットでも耐えられるっていうんだったら、まあ、表セットそのこの粉光付きのね戦線維持積んでみたいなのがあって、で何より大きいのがその戦線維持がありながらその攻撃力上昇効果がついてるやつが大きくて、あの道中回復しながらあの火力出すっていうのがめちゃくちゃ大きいんですよね。あ、でも回復しながらじゃないな、回復しきってからか、 HP50% 以上だから、 HP50% まではこれ30秒で、まあ、HP 半分以上回復することになるんですけど、まあ、HP 半分以上になったらこれが発動してって感じですね。だからあれか、 HP 半分以下の時も火力出る効果が発動するわけじゃないのか。まあ、でもやっぱそのタンクやるんだったらこれ本当にいいと思ってて、まあ、とにかくこれが本当にタンクで使いやすいんで、俺がめっちゃ欲しいスキルの1枚ではあるけど、タンクやる人なら必要、まあ、でもやらない人でもやっぱ斧で粉光を使いたいっていう人はもしかしたらいいかもしれないですね。ただ、まあ、HP が 50% 以上でっていう発動条件あるんで、まあ、でも HP 依存斧だったらやっぱ HP 半分以上残して戦うと思うんで、まあ、とにかくかなり使えるスキルであることには違いないと思います。あとこれカウンターアタキリット、これもマジで欲しい。本当にスキル、あのいいスキル、あの欲しいスキルばっかりなんですよ。でこれキリット3枚で攻撃1000上昇なんで、これ片手直剣のスキルなんでキリット3枚ってかなり満たしやすいのと、まあでもあの火属性だから、この有名なマジチートじゃんとか言われるこのヒースクリフ、火属性強化ではあるんですけど、これキリトを装備していない時にあの強い効果がいっぱい発動するんで、でまあこれキリト条件っていうのもあるし、まあこのスキル自体がもうそもそもキリトのスキルなんで、まあ一緒に入れないっていうのはまあもともとそうなんですけど、そもそもの話なんですけども、もうとにかくねこれね、あの掲示板ワンアイド、いや20層フロアボスですね、それを覚醒せずにワンパンするときにかなりあのブラストもねこれ結構ねモーション早い方なんで、これすごくいいんですよ。だからめっちゃ欲しい。まあ俺はもうこの火属性じゃなくてもあの覚醒せずにワンパンできるようになったんですが、あのとにかくねこれ始めたての人もね、まあ、100層フロアボスでも使えるし、まあ、74層のグリームアイズもあの他の属性でもねいけないことはないんで、でまあ、やっぱキリト3枚っていうのがすごい満たしやすいのが大きい。しかも1000上昇、まあ一番高いの やつだと、まあ、攻撃力1200なんですけど、これ1000上昇って十分高いんで、これすごい、まあ、単体攻撃ではあるけどすごい使いやすいスキルだと思います。まあ、お茶会とかならね道中のモブ狩りけど、これを本当にあのボス戦とかでいいと思います。次マリンバだっけ、なんだっけ、マリンバくらい、マリンバでいいのかな、まあ、叩いてるリズベットですね。これ PT 精密攻撃4バフっていうのがあるんですけど、ね、これ有名スキルで肉切りとか、まあ、クリスマス、まあ、クリスマスの切りと他にもあるんで、クリスマスって言われずに、まあ、肉切りとか言われるんですけど、これ PT 精密攻撃強化4って同じやつなんですよ。まあ、ただこれバフスキルなんでソードスキルじゃなくて、これ打つとバフのみが発動するんですけど、60秒間っていう効果時間が長いっていうのが特徴で、クリティカル発生率が上がるんで、もうギルランとかで今使える感じですね。まあ、今はね最近出るボスは属性耐性があって、まあ、これはあんまり使われないんですけど、あんまりっていうかまず使われないんですけど、まあ、とにかくこれが良くて、でこれも同じ PT 精密攻撃強化4、攻撃強化じゃ攻撃4バフなんですけど、こっちは20秒間である代わりに、こっちの弱点攻撃3のこの繰りだめの効果まで発動するんで、その繰りだめも上げたいっていう場合にすごくいいやつですね。まあ、これは効果持続時間が長い代わりに、
まあ、繰りだめ効果の方はない。まあ、これかなり昔のスキルなんです。そういう 他の効果とかはない。まあ、でも60秒間だから十分ね、今でも全然いい効果ではあるし、まあ、これに繰りだめまでつくっていうのはまず考えられないですけど、まあ、60秒間なんで、いや、全然考えられるか、今の環境だと。まあいいや、とにかく、これ、効果持続時間長いから、これ打ってから、他のスキルで、そのバフかける、なんか余裕ができるというか、まあ、こっちはそう、繰りだめのバフも同時にかけたいみたいな。あ、でもこれ待って、これ自身の繰りだめじゃん。これパーティーの繰りだめやないやん。これ自身のじゃん。なんだよ。あ、バフだったらこっちのがいいわ。ずーっと気づかなかった、今まで。バカじゃん、俺。まあでもね、これ20秒間ですけど、まあ肉切りよりはやっぱオーダーに入ってるんで、まあたまにね、オーダーに入ってくることがあって、まあ狙いやすいといえば狙いやすいんで、まあこれいいんじゃないでしょうか。まあ覚醒スキルだから始めたての人はね、覚醒1枚でも多く持ってた方がいいと思うし、まあリフュージもね、まあ後ろに下がるモーションだけど、射撃の入りは結構早い方なんで。当てやすいんじゃないでしょうか。あんまりね、射撃の入りが遅いと、ボスとか突進とかで動かれるとね、避けられるっていうか、攻撃外すことがあるんで、まあ、ただね、とにかくこれが、やっぱ使えるんで、ギルランで、いいと思います。まあ、強撃もいいしね。あ、次、これですね。これ、情熱セッションリーファ。これが、まあ、キリト1枚っていう条件で500しか上がんないんで、まあ、500しかとか言ってるけど、まあ、十分上がるか。上がるといえば上がるけど、まあ、1200とかと比べちゃうとね。でも、惰性っていうだけでめちゃくちゃ大きい、本当に。91層フロアボスが弱点、惰性っていうのもあるんですけど、何より、やっぱり、カオス215のカオスナーシャですね。それが、惰性の弱点なんで、まあ、これがすごくいい。やっぱモッド素材ね、持ってないとあかんのですけど、まあ、とにかくこれがいいですね。まあ、スイッチ地味に50も貯まるしな。まあ、ブレイクは29ですけど、まあ、グリーディーっていうのもね、別になんか遅すぎるわけでもなくって感じで、まあ、本当に欲しいスキルの1枚ですね。ただ、キリト条件がな、斧でキリト入れるってなると、なんか、まあ、試し切り1000キリトが生息性強化なんで、それと一緒に使うのが理想ではあるけど、それがなかったら、まあ、例えば、あ、でも、青バラキリトは闇属性強化で生息性弱化だから使いにくいけど、なんか妥協で入れる感じとかになるのかな。まあ、キリト、やっぱホバーボードキリト？ホバーボードで合ってんのかな、わかんないけど、この、まあ、とにかくこのボードに乗ってるキリトですね。これが、まあ、打属性強化か、打属性強化なんで、持ってたら相性いいですけどね。まあ、とにかく、まあ、惰性のモッドって今結構熱いので、当たったらね、本当に当たりだと思います。あと、これね、盾スキルなんですよ。盾スキルで、突属性のバフがつくのが大きくて、一つ強化4のバフなんで、裏セット盾にして、例えばカオス討滅戦とかで、その表セットで覚醒する直前に、まあ、裏セット、片手武器、まあ、なんかの片手武器で、このホーリーストライクを入れてから表セットに戻して覚醒みたいなことができて、覚醒する直前にいろいろ準備してって感じなんで、まあ、その時にはなんかバフ、まあ、準備って言ってもそのバフをいっぱい持ってから覚醒みたいに持っていくと思うんですけど、まあ、とにかくこの盾スキルっていうのがすごい汎用性が高くて、しかも、まあ、これ自身にしかかかんないんですけど、この弱点ダメのバフなんですけど、これすごくいい。しかも弱点ダメって、普通の属性ダメより数値が高いんで、これ本当にいいですね。まあ、ストライクなんで、そんな、まあ、遅くも、まあ、盾なんで、まあ、そんな遅い、モーションのスキルはあんまりないと思うんですけど、まあ、これすごくいいですね。俺は本当に当たりだと思います、これは。あと、クールソリスト氏の、一応ね、突飛の、モッドなんで、85層フロアボスで使えるんですけど、これすっげえモーションが遅くて、すごい使いづらい。で、まあ、HP1 だけ残して戦う人はかなり、フォーカスとか食らうと死んじゃうんで、ボスの、その攻撃が始まった瞬間、まあ、タンクがいると思うんで、これ使う場合は。モッド素材、タゲガイ、カジバ読みの素材入れてって感じで。なんですけど、これ、ボスが、ちょっと長めの攻撃をし始まる瞬間にこれを打つと、フォーカスをなんとか避けられるみたいなところがあって、まあ、別に100%成功するかっていうとちょっとわかんないんですけど、これ使ったことないんですけど、まあ、とにかく、
HP を1だけ残して戦う場合は結構きついモーションではあるんですけど、まあ、1じゃなくて、まあ、なんか1回くらい攻撃食らってもいいくらいの HP 残して戦うんだったら全然これもいいと思いますし、まあ、キリト1枚条件っていうのがね、あのまあ青バラキリトだと結構満たしやすいけど、まあ、キリトのアビリティあんま使いやすいスキルがあんまり出てないんですが、まあ、とにかく、まあ、突飛っていうだけでやっぱ持ってないより持ってる方がいい。あとはやっぱスイッチゲージ増加量が多いっていう効果があるんで、まあ、モーションは遅いけどね、まあ、何気にそのスイッチゲージが溜まると、まあ、とにかく、まあ、ないよりは全然あった方がいい、まあ、十分ね当たりというかいいスキルだと思います。85層やるならね85層もうやらない人はあんまりいらんかもしれないけど、まあ、でもなんかでね使うかもしれないんで、あの、あってそうはないんじゃないでしょうか。あとはこれは今の環境だとあんまり使う人がいなくて、まあ、外れかっていうと、まあ、妥協みたいな感じ、その刻印とか小刻印持ってなくて、これが当たった人はでも、あの、なんて言うんだろう、これね、モーション遅いんですよ。初撃の入り遅いんだっけな。で、小春のスイッチ枠に入れて、まあ、カオスと滅戦でやるっていうのも考えられるんですけど、まあ、弓はなんか、バフとかあんまりなんか、あ、でもカジババフとかなるのかな、他のバフっていうと。でもかなり使い、今の環境でこれあんまり、その全体攻撃ではあるけど、モブ狩りするとしてもめっちゃ遅い、めっちゃってほどでもないけど、まあまあまあ遅い。まあでも始めたての人でね、全体攻撃不足してるっていうんだったらこれ十分いいと思うんですけど、まあクリティカルもな、使わないしな。まあ本当になんか何もその刻印小刻印持ってない人はまあ妥協で入れることもあるかもしんないけど、まああんま使わないよねって感じで。まああのカオス討滅戦特に直剣もっと使う場合はやっぱ防御バフとか入れたくなるし、あでも小刻印もいいんだけどな、なんかすごい、あの最近のその環境で言うと外れな方ですね。このオーダーだとかなり外れだと思います。あとこれもね、外れですね。攻撃力が 9% しか上がんなくて、まあ、クリティカル発生率のバフ効果中っていう発動条件はあるんですけど、クリダメが 18% 上昇。まあ、クリティカルダメージっていうのが、やっぱり、その最近のボス属性、あ、違う、クリティカル耐性がついてるんで、まあ、なんかちょっと微妙ってのもあるし、まあ、本当に何もスキル持ってなかったら、なんか妥協で入れるかなって感じですね。本当に始めたての人が。とこれは、めちゃくちゃ外れとも言いにくいけど、まあ、俺はなんか何回かそのオーダー引いて被ってるのか、なんか何凸だっけ、3凸か4凸してるから、他の非属性ダメの、あの覚醒じゃないアビリティよりはなんかほんのちょっと非属性ダメが大きくなってて、まあ、それでなんだろうな、あの覚醒じゃない装備セット、覚醒しないその道中のモブ狩り、道中のモブ狩りでは入れないか、でもあのね、覚醒しない場合に何かでね入れることがあった。でも入れても結局試して、あ、これじゃない方がいいやみたいになったんですけど、まあ、どっちかっていうとかなり外れな方っていうか、すげえ外れな方だと思うんですけど、まあ、何かしらでもしかしたら、あの、あんまりスキル持ってない人は使うこともあるかもしれないですね。まあ、最近はあの、この浄化の炎、浄化の炎だっけ、そうですね、浄化の炎4に加えて、まあ、歴戦の剣技とかその精神統一とか、あの他にも強い効果がついてるこのライラっていうのが出たんで、まあ、これの方が明らかに上位互換みたいなところはあるんですけど、まあ、本当に非属性強化何も持ってない人は、まあ、なんかで入れるかもしんないけど、まず入れないかな。まあ、外れですね。ちょっと今の環境は強いスキルがあまりにも出すぎてて、しかもサーニャっていうのがキャラ指定条件満たしにくいっていうのがあんまり指定してるようなスキルが出てないんで、かなり使いづらい方ではあるけど、まあなんかで、あの、検証でなんかもしかしたらこれがいいかもしれないっつって試すことあるけど、ほとんど使うことはないですね。あ、これは大当たり。これは俺持ってます。これがスイッチ156って書いてあるんですけど、まあ、大体150くらいで、あのスイッチ半分溜まるんですよ。でこれと、まあ、このスパコメっていうのを打つと、これスパークルコメットってやつって打つと、これも156なん でこれスイッチゲージとても多い、増加量多いって書いてあるんで、2枚ともね打つとね、スイッチがね満タンまで溜まります。でこのこっちはバルキリーコメットでバルコメっていうんですけど、さっきのスパコメと合わせて、そのスパコメバルコメを、まあ、コネクトに入れて、まあ、2発打つともう満タンになるみたいな感じがあって、まあ、これだけ持ってても、
他のスキル2枚でそのスイッチ150まで近づけられれば、その後にね、もう1回スキル打つとかなんかで、すぐね、スイッチが満タンまで溜まるんで、これがね、すごく大きい。このスイッチを貯めるっていうのがめちゃくちゃ大きくて、で、特に、最近は、ボスにクリティカル耐性がついてきて、クリティカル出さずに立ち回るっていうのが増えてきたんで、てかほとんど、もうほとんどっていうか全部そうか、最近出るようなボスはね。だから、道中のモブ狩りで裏セット槍とか斧にすることは、ほとんどそういう感じだと思うんですけど、裏直剣モッドにするとかね、モブ狩りで。なんですけど、裏セットこのスパコメ、バルコメをその片手再起のコネクトに入れて、満タンにするか、他のスキル入れて満タンにするかして、すぐスイッチ打つっていうのを何回もやるみたいな。火力の打つスキル回数を増やすっていうこともできるし、バッファー、デバッファーとかですね。ちょっとやっぱスイッチすぐ貯めて打ちたいみたいな感じがあるみたいな、そういうこと多いんで、これ本当に大きいですね。これ1枚だけで156もスイッチ貯まるっていうの、本当に大きいんで。で、ブレイクが40もあるんで、スカルリーパーのブレイクにも使えなくはないと、八方崩しっていうブレイクゲージ増加量が多い効果、多いっていうか上昇する効果を持つそのアビリティがあって、で、それと使うとね、ブレイクができるんですけど、とにかく本当にこれ当たりですね。なかなか狙えるオーダーが来ないんで、めちゃくちゃいい。だからこれね、このオーダー本当に外れが少なくて、アーチャーナイトと勇気とさ、ウィッチナイトサーニャと、こう3枚くらいかな。でもオーダー引くときってやっぱ何かを目指して引くみたいなのがあると思うんですよ。例えば直剣もっと強くしたいから直剣もっと引きたいとか、斧もっと欲しいとかね。どの武器を強くするかみたいなのもあって、特に無課金とか美課金って、どの武器かに特化して強くしないと、やっぱ必須のスキルがあまりにも多くて、もう大変なんですよね、集めるの。だから最初はやっぱ、でも直剣もっとまず集めると思うんですけど、瓶集めとかね、必要なんで、なんですけど、やっぱ上の階層になって属性耐性がついてるボスと戦うってなってくると、やっぱ他の武器のモッドもね、欲しくなってくると思うんで、自分はどの武器に特化してみたいな最初考えて引くと、やっぱ火力として参加しやすくなるんじゃないかってちょっと思ってて、そういうのもあるんで、そういう人は本当にそのピンポイントで狙える、ステップ5式のオーダーですね。例えばこういうやつで、片手再建のこの突飛のやつを、ステップ5で狙うとか、これはね、クリティカル発生率300%のやつとか持ってないと、85層であんまり使う人いないんですけど、クリダメ効果があるんでね、もうこっちはね、クリダメ120%っていうのがあるんで。ただ、本当に、外れが少ない、もうなんかこれ 何回も言った気がする、この外れが少ないって。とにかくね、引いて損はないんじゃないでしょうか。ただ、やっぱパワーライズとか、持ってない人は、パワーライズ入ってないんで、後でね、パワーライズまた狙うけど、とにかく今は、もっと引いておきたい、その属性耐性ある敵にその弱点つけるようなモッドを先に引いておきたいみたいな人はね、とにかくやっぱ惰性とかね、いいし、この道中で強いリーファ、本当にね、道中がね、大きくて、タイムが大きく変わるんで、いいしって感じで、クールソリストも突飛だから使えないこともないし、本当にね、いいオーダーなんで、で、最後に、どれを引くのがいいかっていう話なんですけど、始めたての人に一番おすすめなのは、この陽光の女神オーダーで、で、このステップ5まで回せるんだったらですよ、これおすすめです。これ直剣モッドあるんで、優柔2枚って厳しいんですけど、もう最近の出る直剣モッドって全部厳しいんで、もう取るならこういうのしかないです。それが嫌なら片手直剣以外集めるとかになるんで。で、2番目がこれです。ただこれはもう本当は1番にしたいくらいですね。これ直剣モッド入ってますし、これ2500ジェムで星4確定なので、ジェム少なくて2500ジェム貯めるのもやっとっていう人はこっち1番ですね。一応2位にしてますけど、実質こっち1位にしたいぐらい、1位かな。いや、こっち1位にするか。こっち1位にします。すいません。で、やっぱクールソリスト。
情熱セッション、カンタータキリトって夜叉回れるようなスキルが入ってるんで、まあちゃんとモッドの中身まで当てないとダメですよ、直剣以外は。なんですけど、まあ入ってるし、まあ、やっぱ道中強いやつ入ってて、まあタンクやりやすいやつも入ってて、まあこれが一番おすすめかな、やっぱり。うん、こっち1位にします。ステップ5まで回せるならこっち2位だけど、まあこれはこれでね、片手再建モッドとか、まあいいのが入ってるんで。で、3番目がこれですね。ちゃんとステップ3で、この新星音がそれぞれ 25% なんで。で、まあ、3番目って言っても、これ片手再建使うならあった方がいいくらいで、まあ、始めたてだと、ちょっとあまりおすすめはしないですね。まあ、あった方が強いんですけど、これ片手再建限定っていうのがね、ちょっと、まあ、上級者向けかなって感じがするし、あと、俺自身これが本当に強いのかどうか分かってないっていうのもあって、まあ、ただ今後小春何枚以上指定するようなスキルとか出てきたら、まあ、片手再建とかで出てきたら、まあ、他あのパワーライズとかね、アビリティとかなんか強いやつで出てきたら、まあ、こういうのが、まあ、重要になると思うんですが、まあ、とにかくこれ3番目ですね。で、4番目これなんですけど、あ、こっち3番のがいいかな。これ筋力増強のパーティーバフあるんで、まあ、サポートに回るならですけど、その例えばタンクとかバッファーとかやるなら、まあ、これを狙いたいところですが、まあ、これステップ5まで行っても、これ新星音がそれぞれ 13.8 何パーセントかなんですよ。で、これ特定のどれか狙うのかなり厳しいんで、まあそうだな、4番目っていう感じですね。で、まあ5番目これですけど、これは、まあ、強いスキル入ってるけど、本当に狙いにくいやつ。あの、ジェム5、6000ジェムくらいないと、あの、引くのおすすめしないくらいの結構上級者向けのやつなんで、強いの入ってるんですけどね。やつなんで、あまりおすすめしないのと、これもね、ステップ3まで行ったら、あの、星音確定ではあるんですけど、新星音が、あの、8.125% なんですよね、ステップ3で。だから、これが、やっぱ一番最後になるのかな、一番下になるのかな、順位的には。始めたての人にはね、あの強い人にはね、全部おすすめですあの出るオーダーね、新規スキル出たら全部おすすめなんですけど、始めたての人は、まあ、そういう感じの、まあ、ランキングになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。